これ白いんげん豆で乾燥ですので水をたっぷり入れて一晩戻します。このように、まあ、1.5 倍ぐらいに水を吸って膨らんでますので、さっき言ったようにたっぷりの水で戻す必要があるわけです。このように水から豚足を入れて沸騰させることによって豚の表面の臭みを取ることができます。バナーでいったら次にひねって半分に折ります。塩をたっぷりまぶしていきます。していきまして、そしてタイム、そしてローリー、そして直接ここに塩が入らないようにこのように覆っていきます。表面にも香草を置いて香りがつくようにしまして、全体的に塩で覆っていきます。今日はこういうつぶつぶした岩塩を使ってますけども、普通の粗塩を使っていただいても問題ないです。表面の塩を落としまして、で水で塩を抜いていきます。流した流水の状態で約30分間水につけておきます。そうすると余分な塩分がなくてちょうどいい塩味、水分が分かります。30分間水につけまして、塩をある程度抜きましたら、しっかりと今度は水分を抜いていきます。頭が出ないように浸す。約今3時間経ったものなんですが、竹串刺して確認してみます。スッと入ってスッと抜けるようになれば十分に柔らかいです。移したら今火通ししてた油をたっぷりかけて保存していきます。そしてクローブです。クローブをこのように差し込んでいきます。塩漬けの豚のバラ肉です。塩漬けにすることによって中の水分が出ますので味が凝縮して美味しくなります。それから今下茹でして半分に切った豚足を入れていきます。豚のすね肉です。骨付きです。そして豚の皮です。ゼラチン質がたっぷり入ってますので、これも美味しくなるポイントです。長寿を刺した玉ねぎ、それから人参で、セロリで、皮付きのニンニクで、ブルーガルニを入れていきます。これアクを取った後に入れるのでいいんですけども、アクを取る前に入れてしまうとアクまみれになってしまって、アクが全体的に回ってしまいますので、アクを取った後に入れるのもポイントになります。スジルですけれども、十分に肉類柔らかくなりましたので、こちらは取り出して豆と一緒に煮込んで食べます。
でこのように簡単に外れるんですね。触りながら起こさないようにしっかりと探りながら取っていきます。こんなちっちゃい骨もありますので しっかり触りながら。じゃあ白いんげん豆を下茹でしていきます。まず戻していった肉は捨てます。そして鍋に入れまして、そしてたっぷりの水を入れます。豚の背脂、油とそれからニンニクをピューレにして一緒に炊いていきます。飛んでるのちょっと一回落とします。白いんげんの味がする。もちろんこれ白いんげん、白いんげんはしますよ先生。いや日本の、あ、違う感じですか。通じるものがニンニクと油を混ぜたピューレを昆布だしで入れていきます。ボウルに移します。だし汁の中にあった肉類をカットしたものをここに入れます。味を確認します。そしてここで足りない塩味ですね。豆は塩していませんので、豆の分塩していきます。胡椒です。そしてナツメグです。ナツメグをナツメグおろして加えていきます。はい、しっかりめに塩コショウしていきます。表面です。焼いていくと破裂することがありますので、穴を一箇所開けときます。炸裂するんです。いいですが、少し油につけたまま、多少つけて構いません。で、皮目を下にして入れていきます。時間をかけてゆっくり焼くことによってこのように皮の下の油が出ますので、パリッと美味しく仕上げることができます。味が馴染むまで冷えた豆です。こちらを約半量を器に移していきます。
とこれもコク出しの意味で鴨の油をかけていきます。これぐらいです。